演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらこちら、堂島ロールと堂島フェンスロールを食べたいと思います。大阪を中心に展開されているお店なんですね。でこの下にメモリティーキャンですが、ちょっと状況的に取れそうになるこの2つに代表していただいてまいりました。では早速食べていきたいと思います。ではチャンネル登録よろしくお願いします。こちらの堂島ロールからいただきたいと思います。これちょっとフォークがないのでお見苦しいんですけど、このままいきたいと思います。ではいただきます。ふんわり生地とさっぱりクリーム、さすが看板商品ですね。で、それにチョコレートが入るとその濃厚さも加わって本当にすごい。月見のクレープだとこの差し替えがなくていいですね。しかもクリームたっぷりフルーツ、もういい。こういうクレープもっと増えてほしいな。ミルクレープ噛んだ瞬間に生地とクリームがすごい。これだけ食感がなくなるミルクレープってなかなかないような気もする。ただクリームすごく、大阪駅近辺のプチシュークリームザラメの食感がいいですね。スーパーとかで売っているプチシュークリームとは全然違います。今見られたか。栗大好きなのでこちらのモンブランも気になりますと思ってかぶりついてみたら、栗だけじゃなくて下はこれもいちごのタルト高すぎ。タルト生地まで一気にいけない。せっかくサクサク生地で好みなのに、同時に食べたいな。あそこはフルーツパルフェ、フルーツいっぱい、クリーム、カスタード濃厚で、一番下にはあまりカフェでは見ない何かが入ってる。でもこれ何なんだろう。いい気になるな。やっぱりどれも美味しい。最初に食べた2種類の堂島ロールはどちらも生地がふんわり、クリームがさっぱりしていて、それでも濃厚な旨みもあって、さっぱりがつ濃厚というなんかちょっと矛盾した感じもしますがな味わいでしたね。チョコの方もパウダーのほろ苦さ、チョコの濃厚さがクリームとぴったり合ってて、とっても美味しかったです。ふんわりどちらも生地が美味しかったんで、チョコは入っている入っていないとはこちらのペースとも聞いたんですが、やっぱり看板は美味しいですね。でその次に食べた包み焼きのやつクレープ、包みクレープは巾着のような食べやすさで、中にはクリームやフルーツがしっかり入っていて、もうちょっともちっとした弾力もあって美味しかったです。クレープとして考えると包み焼きなのでこぼれなくていいですね。というわけでこちらのペースとさせていただきます。その次に食べたイチゴのショートケーキはシンプルながらもイチゴの甘さをしっかり感じられて、ホワイトチョコレートの甘さもあって美味しかったです。一口で食べやすいサイズでもありましたので、その点も良いですね。まあケーキ一口でなかなかないんです。なのでこちらのペースですね。その次のミルクレープは結構重量感があって、噛んだ瞬間にクリームが口の中でふわっと広がってきて、たっぷりのクリームと生地の食感を堪能することができました。生地もしっかり食感を感じられましたので、こちらのペースとさせて。その次に食べた小さなシュークリーム、あれは大阪駅限定店舗の限定の商品だそうです。ちょっと小さめで一口でパクパク食べられるプチシューなんですけど、ザラメがあるので食感も感じられて、いわゆるスーパーで売ってるようなプチシューとは違った美味しさがありました。なのでザラメの部分をプラスしてこちらも提出ですね。その次に食べたモンブランは、上の方がモンブランになっていない、下の方が抹茶プリン、いや抹プリンじゃないクリームとのようになっていて、上を洋、下を和で感じることができてとっても美味しかったです。栗も抹茶も大好きなので、こちらもこちらのペースですけれども、今まで食べたモンブランの中で一番だったかもしれません。で、その次に食べたのは、いちごのタルトだ。いちごのタルトは上の方に置いて、いちごはちょっと物足りないかなと思ったんですが、下の方に感じたときは私好みのサクサク感でしっかり感じられますね。ただちょっと同時に食べるにはきついかなという部分がありましたので、こちらも点数とさせていただきます。ちょっといちごは上に盛りすぎてる。そして最後に食べたパルフェはしっかりとしたフルーツの酸味が口の中に広がってきて、プリンも濃厚、そしてクリームが入ってしっかりさっぱりしてるだけでなく、下の方になんか普通のパルフェだとあんまり見ないな、アーモンドというかケーキの生地とかそういうのが入っていて、それもまた美味しかったので、夏色のパフェとまた違った良さがありました。というわけでこちらも点数とさせていただきます。少々品のない食べ方になってしまったのは本当に残念に思いますね。やっぱり忘れ物はしないようにしないと本当に大切ですね。チェック。
というわけで少々お見苦しい部分になってしまったのとは申し上げます。ケーキは本当に美味しいですからね。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分減塩。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。